皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の夏季講習の数学、今回は補足としてこの正の数、負の数の四則の混じった計算ね、足し算、引き算、掛け算、割り算、これは混じった計算で計算の順序がどうなるのかというのを確認しておきたいと思います。では始めます。計算の順序、こんなルールがあります。括弧があるときは括弧の中を先に計算します。累乗があるときは累乗を先に計算します。そして加減、乗除、足し算、引き算、掛け算、割り算ですね、これが混じっているときは乗法、掛け算と除法、これ割り算を先に計算するというルールです。ではここにある5つの式でそれを確認していきます。括弧1、マイナス7足すマイナス2かける3と、足し算と掛け算がありますよね。ここでは掛け算を先に計算しますから、マイナス7足すマイナス2かける3はマイナス6ですよね。マイナス6、マイナス7足すマイナス6、負の数同士の足し算ですね。ですから共通の負の符号マイナスを書いて絶対値は足し算、7足す6で13、答えはマイナスの13となります。2番です。9足すマイナス20割るマイナス4と、足し算と割り算がありますね。この場合は割り算を先に計算します。ですから9足すマイナス20割るマイナス4、負の数同士で割るので答えは正の数になりますね。20割る4で5ですから9足す5、こうなります。計算すると14ですね。足し算と割り算だったら割り算を先、ね、次ですね。3番、括弧6引く9括弧閉じかける7と、括弧がありますから括弧が最初ですね。6引く9はマイナス3ですね。マイナス3かける7、こうなります。負の数と正の数の掛け算ですから答えは負の数になってマイナス、そして3721でマイナス21と、こうなります。括弧4、5引く3の2乗ですね。ここに累乗があります。計算の中では累乗を先に計算するので5引く3の2乗というのは3を2回かける、3×3 のことですね。3の2乗はですから9ですね。5引く9とこうなります。5引く9はこれ正の数と負の数ですから絶対値の大きい方の符号マイナスをつけて絶対値引き算、9引く5で4と、マイナス4が答えになります。5番です。15引く7かける中括弧8引く括弧マイナス3括弧の2乗括弧閉じ、こうなっていますね。引き算があって掛け算があって括弧があります。括弧の中引き算があるんですけれど累乗がここにありますよね。ですからこの括弧の中では累乗を先に計算します。15引く7かけるマイナス3の2乗というのはマイナス3かけるマイナス3ですからプラスの9になりますよね。ですから中括弧外れて89と、こうなります。まだここに括弧が残っていますよね。引き算、掛け算、括弧の計算と、括弧が先に計算するので15引く7かける8引く9はマイナス1ですよね。こうなります。引き算と掛け算だったら掛け算を先に計算しますね。ですから15引く7かけるマイナス1はマイナス7ですね。こうなります。でこれ引き算を足し算に直しますから15足すプラス7となって15足す7は22ですね。22と、こうなります。ここの部分ですけれどこれマイナス7かけるマイナス1と考えてこれ15足す7と、このようにしても構いません。よろしいでしょうか。
今回は、とても短い動画ですけれど、計算の順序、これを確認してみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題で復習をしてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。